今余裕ぶっこいてこれ撮ってるけどものすごくトイレ行きたいぞ p o t o g o N わけわからなくなった皆さんこんにちは今回もこのパラノイアクというゲームをやっていきたいと思いますこれで5日目ですねはいということでやっていきましょうよろしくお願いしますはーいえー、どこに行くのか毎度のごとく忘れてしまいましたので、えー、早速カットしていきたいと思いますけども皆さん何か質問ありませんかうんないはい ここで鍵を使ってここで正解ということですね。なんかもっこりしてるところがあるんですけど、これは何でしょうはい。なんか布団が膨らんでる下に何かあるのかなまあ、何もなかったら逆に怖いよね。めくってみようか。あ、あ、何俺もしかしてこれ俺人形むするむしちゃうの人形調べる。人形の手に何かが握られている。鍵あ、また鍵この鍵いきなり襲ってきたりしないよね。 ま、さすがにこの気分ではそういうことないよね。さすがに妄想だからね、妄想。でも妄想だからって何か起こるかもしれないからね、はーい。ここどこで使うんもうどこが鍵閉まってたのかの正直覚えてない高校ですね。あ、ここでしたね、はーい。うわ、ボロボロ何この部屋めちゃくちゃ封印されてそうな部屋。背の低い棚がある。壁には幼児用のああいう用が貼ってある。うわ、なんかこういうのをちっちゃい頃貼ってもらった記憶がない。 あいうえをかきくけっこ。うー、うん。あーなんかこれナスときそういうパターンかなこれ多分。覚えておかなきゃいけないパターンかもしれないけど、とりあえず別のとこを調べていこうかなと思いますけども、なんで今回こんな早口なのかわかりません。はーい。生き急いでるのか死に急いでるのかどっちかわかりませんが、とりあえず僕はやっていきたいと思います。はーい。ベビーベッド、はい。うーん、ナスとき早速わからない。どこであのナスときをするのかもわからない。うわー、またカット入るかこれ。おしっこしようか。しないよねー。 金庫使えるようになってますけどーね。いや、わからん。いやー、これア表、アイウェお表え、どういうことこれで何がわかんのちょっと待って、日記でわかるわけないもんね。金庫の番号、ゆりこあ、アナルマーク、ゆりこ、シャープマーク。 こう、それね、今、ここで使うのね、了解しました。じゃあ、早速見ていきましょう。はーい。いやー、こういうことね、ちょっとすぐ分かってしまう。ここ、ちょっと天才ですね。IQ2800 の俺がちょっと考えてしまいました。はーい。やっべー、ちょっと頭おかしい、俺。ここどこえー、でも、アナルマーク、どれお尻のマークとかだったらわかるけど、アナルマークがないんだよな。えー、ど,どういうことこれ、えー、あ、待って、分かったかもしれない。えっと、湯のところで、えっと、8と 3? この縦と横がぶつかるところの数字を多分照らし合わせればいいってことじゃないのってことは、U のところは83でしょで、理が、えっ、ー、と、92、8392で5、えっ、ー、と、25、839、ん ?8392、8, 3, 9, 2, 2、ん ?25、839225、839225、839225、OK。よし、これで多分間違ってたら、あのー、 あのー、う,んうんって待ってよ。あれ、でも、縦からっていいのかなとりあえず、やってみよう。839225。あ、まだ打ってんのあ、待って、ってことは、まず、アナルマーク。839225で、でシャープマーク。<laughs> キングコング。開いたけど、紙しか入ってない。なんで 金庫に紙穴の中を覗き込む。穴もこちらを覗いている。きっと穴の中には私の方。うん、わ穴の中にいるの私の方。これ、井戸じゃないのこれはもう、ちょっと待って、ちょっと、さえ渡ってる今日。俺ちょっと今日さえ渡ってしまってる。今日動画撮っといてよかった。今日頭咲いてるわーって思ってますけども、はーい。やっべ、なんでこの今日喋るんだろう。前回そんなに深夜撮ってたから正直元気なかったけど、今回ちょっとなんでこの喋るんだろうって思ってますけど、正直ま,まだ111時くらいなんですよね。 あまり変わらないっていうね。井戸の内側何か貼り付けられてる。暗くてよく見えないな、ね。えここで懐中電灯そういうことじゃない懐中電灯つけたままってことじゃないあれって鍵あて、手を、えー、大丈夫な、それっうばすけどさ。おいおい、ちょっと待っ,て待って、危ない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 ,危ない。あ危ない,危ないあとちょっと。あ、帰った。お、ったお,ったお,ったお、落ちるね。うわっ はいこれがエンド1あ,あやばくないい,いたったったちょっと大丈夫これ嘘私落ちたの上まであんなにあるこんなの登れないよく生きてたね怪我もせず俺だったらボロッボロになるよすすいません誰か近くにいませんかいたらびっくりだよ三浦さんがこんなすごい駆けつけてくるわけでもないもんね 誰か助けてください誰かつがんにゃーっここでライオンキングすれば誰か来るかもしんないよ。やばい、どうしよう。なんか穴あるくねここの壁。なんかもろくなってるみたい。亀裂が入ってる。石で削ってみようかな。少しずつ足場を作って上に登っていけるかも。あ、そういうことえロッククライミングでもすんの君。え、そんなん。男性でも多分難し、うん。すごくない ?5 回ぐらい削ったらこんな。え すっごい崩れた。この中ひょっとして空洞になってる。穴の中に入るえ、でもなんか、穴の,の中にいるのは私の方って言ってたけど、え、おばさんもしかして生きてる生きてるわけないよね。暗くて全然見えない。先がありそうだけど、このまま歩くのは危ないな。でん、お、これでね、怪獣デンティっていうのをちゃんと持ってる。うわ、うわ、うわ、うわ。なんなのここ。糸の中にこんな空間があったの。信じられない。 でもこれ、おばさんがこれ掘ったのでもひょっとしたら、地上まで通じてるのかもしれない。少し歩いてみよう。おばさん何者待ってっていうか、ここであいつ来ないよね来、るのやっぱりこ、この声。そ、そんなで、俺薬飲んでないもん。思えば嫌だよって、やっぱり、星早くない今度 ちょ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 ,ちょでも大丈夫。俺、逃げゲーというものは得意ですからね。何回もやってきてますから、こういう逃げゲーを。はい。こんなに一遍たりともつまずいたりしませんから、はい。あいつは足遅くね。あっこパカチンいかば危ない危ない危ない。ちょっと、足早くね、あいつ。めっちゃ足速くなってんだけど。つまん。ね、<laughs> 足速いだけで。<laughs> 僕の逃げからは。あ、待って、はい。調子乗るのやめて。はっは、急げ、急げ、急ぎ で何が起きたの、今ね。俺がフラッシュバック起きてんのかなこれゲーム画面ちゃんとしてるっすよね。っ、は、と、い、待って、ね。何が、何今の何それ何今のびっちょびちょやわし、びちょびちょやで。あれ戻ってきてね。あれおもくし、え。ミキティミキティミキティ 三浦さんじゃない高村さんいらっしゃいませんか高村さん出かけてるのかな夕飯一緒に行きたかったんだけどなまあ仕方ないか三浦さん優しいでも今こんな状況ですみ三浦さん泣いてるミキティやっぱちょっとかわいいな三浦さんでこんなたまれんちゃうん あ、ーはは来てくるとた高村さんそのところで何やって大丈夫ですかあ足を滑らせてた助けてちょちょっと待ってくださいロープを探してきますかっけえマジプリンスやんイケメン大丈夫ですか高村さん見たところ怪我はないみたいですがあああ闇落ちしてる顔 はーん高村さんどうしたんですかもう、もういや、こんなの嫌だよ帰りたい帰りたいよまあ、俺も帰りたくなるよ、こんなことがあったらね。喉が痛い。化け物ああ、喋ったんだ。この家に化け物がいるって言うんですか本当に越してきた初日から 黒い人影みたいなものが必要に追いかけてくるんですさっきも井戸の空洞でずっと追いかけ回されてやっと解放されたところで気を失ったんですそ,それに化け物だけじゃないんです水道やファックスから髪の毛が出てきたりピアノが一人でになったり一度外に逃げたんですがだめでしたずっと追いかけられてそれで交番に保護してもらったんです もうこんなの嫌なんです。怖くて仕方がないんです。みさんどうすんのにわかんには信じられないですね。なんかこれ、他のゲームでこういうセリフあってんの気する。本当です。嘘なんかついてない。こんなくだらない嘘、つきませんよ。いや、高村さんのことは信じてますよ。でもあまりにオカルトすぎるというか、そんな化け物が実在するってのが信じられないっていうか。よし、わかりました。 今日は俺の家に泊まってくださいいや、おおおお三浦さん、え、いい,いんですか俺は5年くらい迎えに住んでますけど、そんな化け物に会ったことはないです。だから、俺の家なら平気ですよ。それに、俺が一緒にいたら出ないかもしれないでしょ。試してみてもいいと思います。なんかこれ、三浦さん、若干ね、思ってるんじゃないの妄想じゃねえかって。一応、高村さんが家にいる間は、俺がこの家をちょくちょく見に行きますから。 変なのが出たら、ぶちのめしますよ。ついよかっこいい、こいつかっこいい。でも、ご迷惑じゃん。とんでもない。大丈夫ですよ。俺に任せて、今日はゆっくり休んでください。くそいけんやろ、おいなん。おい、もう。もうね、もう文句のつけどころがな、ね、い。綺麗なお部屋ですね。本当だわ、俺の部屋とお違いだいやー、<laughs> 男の一人暮らしなんで、物が少ないだけですよ。ところで、高村さん、いくつか聞いてもいいですか 前にご病気だって言ってましたが一体何の病気なんですか気に障ったならすいませんうつ病ですうわー今は抗うつ剤を飲んでいます仕事も待ってもらってる状態でそうだったんですかなおさらゆっくり休まないとですね化け物については俺に任せてくださいありがとうございますもう強それと佐伯さんについて佐伯さんご病気で亡くなったんですか あの人、帰省や徘徊はあっても、体調悪そうには見えなかったんですよ。だから亡くなったって聞いたときびっくりして、不思議に思ってたんです。おばは、自殺したんです。あの家で。多分あの、書斎じ、自殺知らなかった。なんでまた、自殺なんかを。おばは10年ほど前に結婚して、あの家に住み始めました。3年経って。 おばは妊娠しておば夫婦はとっても喜んでましたでも死産してしまったんですえおばはずっと自分を責め続けておじはそんなおばを支えるのに疲れてあの家を出て行ってしまいましたおじさんその頃からおばはだんだんおかしくなって常に監視されてるとか中傷されてるとかそんなことを言うようになったんですおばの家族は おじがいなくなった後は母と私だけでした支えてあげるべきだったのにできなかった母はひどいヒステリー持ちでそもそも妹であるおばをなぜか私が小さい頃から毛嫌いしてましたえ？<ぇ>母は頼って実家まで来たおばを人殺しキチガイだと言って責めました二度と関わるなと言って放置しましたなんかあのー、お母さんもおばさんもやばくね 私は母が怖くて、見て見ぬふりをしていました。おばの辛さを知っていたのに。私が勇気を出して、おばを気遣えば、病院に連れて行っていたら、きっと、あんなことにはならなかった。なんかそういう、なんだろう、なんかいろんなものが、鬱になってんじゃないの ?3 年前のあの日、母の目を忍んで、あの家へ行ったんです。おばの様子が気になって。あの日おばは、 書斎で首を吊っていましたあえっ立ち会人じゃん立ち会人って言葉絶対違うけどまあそういうことでしょロープがちぎれておばは床の上に落ちてうわーそんなん見ちゃったらもうトラウマやんおばの死後母はあの,家あの家に手をつけるのを嫌がりましたおばを思い出したくないってなのに私のうつぶが発覚した時あの家に住むことを勧めてきたんです に,おにえいうわ最低くそくそくそ母はおい母は私もここで死ねばいいって思ってるのかもしれませんねまあお母さんのことはもう忘れようかひどいな自分の娘をそんな邪険に扱うなんてましてや病気だっていうのに母は悪い人じゃないんですヒステリックだけど間違ったことは言わないいや間違ったことだらけやじゃない今までのセリフもだいぶ間違ってね厳しくて 歯に絹を着せないだけでいつも正しいこと言ってくれるんですいやミキちゃんそれは違うと思うよ私いつもボケーっとしてるし作家なんて不安定な職に就いたものだから見ててイライラするんでしょう私がしっかりすればいい話なんですうつ病を治して仕事を軌道に乗せれば母は悪くありません療養中の娘を家から追い出すのは母親としてどうかと思いますけどね俺は三浦さん あなたが正しいごめんなさい余計なことまでなかなかと喋っちゃって気分のいい話じゃないですよねい,いえいろいろと大変だったんですねこれからはどうぞご自愛ください、まあ、全てを含めて三浦さんと出会えたことが運よくねちょっと家の様子を見てきますここ自由に使ってていいですよもう遅いですし先に寝ててもらって構いませんよ寝るならそこのベッドでどうぞ いえ、そんな悪いです。床でいいですよ。いやいや、こんな綺麗な人を床で寝かせるなんてとんでもな。おっとあ、いや、と、とにかく、俺はその辺で寝ますから。高村さん、ベッドでどうぞ。それじゃあ。三浦さーん、あなたもう、すでに恋してますね。でも、これでここであのやつが出てきたらもう、完全なる妄想ってことがはっきりしますね。 本当に人だな、三浦さん。話してると落ち着くな。いや、落ち着くっていうか、どっちも恋してんじゃないのうわ、ここで暮らそうっていうか。机のようにパソコンがある。建築の専門書も開いて置いてある。ああ、そういうことなんだ。パソコンに出てるの仕事の企画書あんまり見ない方がいいよね。え、でもなんか関わってたりすんのかな、この三浦さんも。関わってなかったら嬉しいな。何も関わってなかったらいいのに。そろそろ休もう。ベッド使わせてもらって悪いけど。 え、寝ちゃうの待って、あ、まだ調べたところいっぱいあったのに。えー、トイレ見てさ、トイレ切ったねとか思ってさ。三浦さん、何もしちゃいけませんよ。ぐっすり寝てるみたいだな。よかった。えー、なんか怖っ。あの家、特におかしなところはなかったな。ちょっと不気味な雰囲気はあるけど。なんか書斎で首吊ったっていう話を聞いて、書斎に行ったのかな、三浦さん。高村さん。 そのうちには、あの家に帰ってもらわなきゃいけないけど、憔悴しきってるから心配だな。うつ病も悪化したらまずいし。もうだいぶ悪化してると思うけどね。どうしたらいいかな。俺にできることって何だろう。何何何何にこれ6日目な、おっとえ、でもこれ三浦さんちのインターホンでしょ 誰誰違うわん。戻ってきちゃったやん。おばさん、いるのあ、これ昔夢おばさん、ミキだよ。会いに来たの。分からせてもらうからね。おえな、えメニュー開けない変しかもビシって何あ、これ書斎に行けってパターンじゃん。うわ、それ、ダメいや、ダメって言われたって。 そこ行かなきゃいけないよね。多分ね。うん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 。ん。いや、俺も行きたくはないけど、さ。うん。そのビシビシやめて。もうなんか俺のパソコンがおかしくなってみたいになっちゃうよね。あ開けちゃダメ、はい、すません。開けちゃダメだと思ってますけど、私もでも開けちゃいけないとダメだと、ゲーム進めなきゃいけないで、はい、すません。うわ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 ,うわ,う,わうわ。生々しいし。なんで濡れてんの。お。おばあさん。うわ。 いつの間にここ私の家え三浦さんどうして私戻ってきたのそんなわけないまさか三浦さん三浦さんが私が寝てる間にここまで戻したのいやこんなところもう1秒だって痛たくない三浦さんちまで逃げようあ走れるえいやこれちょっとまず,まずくないなんかちょっと精神的にまずくない あ、開けて、お願い開けてなんで開かないの逆に。<laughs> キャいや、来ないで、来ないでな、な、な、なまたちょっと待って、待って、待って、ちょ、ちょっと待っょ、落ち着こう。うん、一旦落ち着こうか。セーブできねえんだよな。<laughs> どうしよう、これ。なんかこいつ、日に日に攻撃力高くなってきてんだよね。だから一回でも触れたらし、あ、待って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 、あの、前開いた待って、これもしかして井戸じゃね 井戸に落ちるんじゃねまた井戸が安全なんじゃねって、うん。はい。はーい。はい、ここじゃないってことですね。<laughs> ちょっと待って。あと、あい、あ、あ、あ、二階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 。ここで一回もミスったりなんかしない。俺は成長する男だ。ここだえ、えあ。しゅおっもうすでに減ってんだね。ここやんここ隠れてないもん。絶対。 違ったら、下座する今目の前で。ん、まーちゃーパリパリ。ちょっと待って、はい、はい、はい、こっちじゃない、こっちじゃない、こっち。ここんんんおいかつかバラチンタラペンスカどカラパチカことどこばじでどこ行くんこれ。外出れないでしょ開けて開けて。待って。ちょっと待って。なにこれ。ちょっと待って。なんで2体いんのえ 鳥肌しか立ってへんけど。私今鳥肌しか立ってへんけど。あの、私これから関係ないで持ちゃいから、全然ごめん、出ません。皆さん、あのー、同じ画面でカットしてるから、こいつ何してるなって思ってるかもしれませんが、ちょっと見てください。いきますよ。やり直しますね。はい。やり直したところ、ゲームオーバーです。はい。何これ。えちょっと待って。えもう一回やり直そう。とりあえず。うん。もう一回ね。うん。で、なんか起きて、どういうこと ねどういうことちょっともう一回行こう。もう一回。もう一回行くよ。うん、どういうことここじゃないちょっと待って。な、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 今の、な、今の。あのすっごい。ここじゃない多分。頼むよ、もう。なんかバグ起きて、ずっとゲームオーバーになるし。辛いよ。おおこれはきた 今回時間かかりましたねえで,でもこれむずっ何何に。もう朝になってたんだよかった寝てないのもしかしてどうして三浦さんは私をここに戻したのどうして何も言ってくれなかったのえ確かにそうだよねこれ現実なんだよね夢だと思ったら違うんだねやっぱり信じてくれなかったんだ当然だよね私だって当事者じゃなかったらきっと信じない でもはっっっきり言って欲しかったな迷惑だってそしたら無理には頼らないのにでも何か事情があったって思いたいなきついなこうやってはっきり見放されたのが分かるのはちょっとでもおばさんと同じ運命をたどるのはやめようこの鍵井戸にあったやつだそういえば持ったままだったあと鍵がかかってるのは確か玄関前にあるドア一体何の部屋だろうあ最後の部屋ですか ってことは、6日目で最後ってこと ?1 週間が最後なのかなわかんないけど。いやー、もう終わりが近いのか、このゲームもう。早いなー。ってなわけで皆さん、あのー、はい。